Alternative Radio. Laughter Night. 空気階段の踊り場。こんばんは、空気階段の水川かたまりです。鈴木もぐらです。空気階段の踊り場第150回。この番組は若手芸人の我々空気階段が人生のためになる情報をお送りする教養バラエティでございます。よろしくお願いします。お願いします。150回ですよ。150回。はい、いやいいですね、キリよく、ね、うん、もう150ですよ、うん、150も来ると思ってなかったですよね、最初。まあまあね、最初はそれはもう次の回でそれはもう必死ですから。今でもそうです、うん、いつ終わるかわからないっていうのは変わってませんから、ね、ずっと配信の陣のままもう後ろに水が迫ってきてるのは、まあ3年間来てなんでね。そうです、うん、まあ、これからも変わりませんけれども。そうですね、はい、先週の反響がすごく多くて、うん、あら、うん、泊まりもぐらのね、泊まりもぐら輝かが編が、はい、僕もやっぱりもう収録した直後からもうすごくね良かったから、うん、もうどうしてもまたすぐ聞きたいと思って、うん、で先週の金曜日のこの時間大阪にいたんですよね、その仕事終わりで泊まりで。ああそうですね、そう、はい、夜ね、うん、NGK でね、 NGK で、ね、ライブがあって、うん、でそのまま泊まりだった、そのまま大阪ホテルに泊まりだったんだけど、うん、ラジコのプレミアム会員になっちゃったの。エリアフリー、あら、エリアフリーで聞いちゃったよ。うん、でまた泣いた。泣かなかったけど。本当は？そう、泣いてない、ね、ギリこらえられた、うん、まあでも加賀くんとね、うん、やっぱ A ちゃんはやっぱ幸せになってほしいね。うん、うん、なってほしいですよ、うん、2人がね、うん、これから前向きに歩いていけるように、うん、応援してますんで、うん、すごくね、お前のなんか好感度が上がってるらしいですよ。いやいや、そんなことない。なやっぱりもぐらはなんか、なん、うん、その人の懐にスッと入っていける何かを持ってるみたいな。いやいやいや、そういった声が多いらしいんですけど、ね、お前うんち人間だということをちゃんと心に刻んどくよ。いや、俺が別に何とか言ってるわけじゃないじゃん。いや、それだからリスナーの皆さんも、それがさ、俺がさ、うんうん、なんかそれに対して言う前にさ、お前がそのいつも言う、あだこで言ってくんの。いや違う違う、リスナーの皆さんが騙せる可能性があるから。別にいいじゃん、それ上がったやつ下げなくてもさ。それ下げたいのは、それはやっぱり自分が上にいたいからみたいなことがやっぱあるわけでしょ。いや、上にいたいからとかじゃないです。なんかやっぱそれ消えないですよね、ずっと。その俺はお前より上だみたいな、その別に俺はそれお前より上だっていうつもりはないですよ。いや、だからそれははっきりとは言ってないじゃん、うん、でももうそれと同じようなこと言うじゃん。じゃあ今のもそうです。だって別に俺が違う、俺と比較してお前が上がったからとかじゃないんですよ。俺がオープニングでさ、うん、いきなりいやーとか言ってさ、うん、先週話とか始めてさとかだったらいいけど、お前から話してそれでなんか上がってる、好感度上がってるみたいですねっつってさ、うん、でも実際はそんな人間じゃないですからとかって全部一人でそのやってるじゃないですか、まあまあまあ、それやっぱ焦りみたいなとこ。焦りはない、焦りとかじゃないです。その、うん、なんかやっぱ俺のちょっと上でいたいってことだよね。違いますよ、それずっと言ってますけど。お前、俺がね最後死んでね、うん、火葬されて、うん、で骨になって出てきた時にね、うん、あ、こいつ俺のちょっと下のまま焼かれて骨になって死んでたわっていうのをやっぱ思いたいってことですよね。そんなことない、お前の葬式も行かないから。いやいやいや、ってことですよね。うん、でも今週はあの子供たちがね、うん、俺は今甥っ子めいっ子して住んでるじゃないですか。まあ僕ら実家の方で。実家の方で ね。で子供たちが保育園が休みになって、はい、ああそうです、そうか、そうですよね。そうそうそう、今すごいじゃん、コロナのね、うん、影響で、うん、でずっと家にいるんですよ。はい、で朝7時ぐらい。起きて、うん、でそこからずっと外にも出れないじゃん、うん、遊びに行けないし、うん、だからずっと家にいるんだけどさ、はいはい、もうだからその元気でさ、とにかく有り余ってるんだ、体力が有り余ってて。何歳と何歳だっけ。3歳と5歳ですね。3歳が姪っ子で、うん、5歳が甥っ子か。そう、うん、もうとにかく元気で、うん、で俺はもう寝ててもさ、うん、もうすぐにおじさんを倒すゲームみたいな始めるわけよ。寝てるおじさんを倒すの。そう、簡単に倒せるだろ。いやだからなんか足の軟骨ないんだから。いやだか足寝れば一コロで。もう今それがね、子供たちの中でブームになっちゃってて、うん、臭いおじさんを倒すみたいな。なんで臭いの就職後がついたの。
っていうのが流行っちゃってて、臭いは悪だな、なかなか。そうだから寝れなくてさ、まあ、俺もやっぱ一回戦い始まったら、もう向こうが降参するまでね、参ったっていうまでやっぱやめないわけですよ、参ったとか言って倒さなきゃいけないから、そう、もうおじさんの勝ち、どっちおじさんの勝ちとか言ってめっちゃくすぐったりとかして、あ、おじさんの勝ち、もうやんないとかって言うんだけど、でももうすぐ第2ラウンド始まってさ、どういう攻撃を仕掛けてくるの、ブロック投げてきたりとか結構ハードな、結構ハード、本気で倒そうとしてるやん、本当痛えのあんの巨人を倒すやり方だ、そう、素手だよって言ってんのに、もうなんかブロック投げてきたりとか、それは危ないから、やんなって言うじゃん、でそれでもなんか、そういうことやってくるから、俺がさ、弱虫とか言うそう、おいっこいで、まあ、そんなさ、ブロック投げてさ、まあ弱虫だなとか、弱虫とか言うと、その弱虫が、ちょっと響きすぎちゃって、すぐ泣いちゃうのよ。そんなショッキングな言葉なんだ。弱虫って言われたくないんだ。弱虫って言うのやめて弱虫じゃないってなって、弱虫じゃないんだったらさ、素手でやもうかかってきたらいいじゃん、そうやって武器使うから弱虫なんだ、そう、でそれでまたなんかそのやり取りあるんだけど、すぐ俺がくすぐったりとかするとまた武器使うわけよ、でまた弱虫につながかして、でそしたらみーちゃんがさ、何いい年してさ、その5歳の子供とさそんな弱虫のなんか言って喧嘩してんのみたいな言われてさ、まあその大変よね、もう幸せじゃないか、いや本当、だからまあ子供たちもやっぱ気づいたらね、こんなに成長してきたかっていう、思いましたよ。結構さ、もうどれぐらいですか、実家に住んで。で1年経ちましたよね。あ、結構寂しいんじゃない、お前がさ、その奥さんと子供が東京に来て一緒に住むってなって実家を出るときに、おいっ子とめいっ子もう結構寂しいんじゃない。いやどうだろう、まあ、基本的にこういう、なんだろう、今ずっとおいっ子めいっ子は家にいるから、俺も遊んだりとかできてるけど、基本的にその俺が帰ってきたらもう寝てるし。でも昨日もさ、単独ライブの打ち合わせしてたんですけど、そう9時頃にもぐらが、ちょっとお母さんから LINE 来たわって言って、おいっ子とめいっ子が今日はひな祭りだから、ちょっとおじさんと遊びたいって言ってるから、帰っておいでって言ってるから帰るわって言って帰ったじゃん、桜餅待ってるから、桜餅そう、おじさんの桜餅を待ってるから、そう待ってるからって言って、結局売ってなかったんだけどね、もうどこにも売ってなかった、そういろいろ探したんだけど、売ってなくてね、まあその子供たちは子供たちだけでもやってたらしいから、そういうひな祭り的なことは。あ、そう。そう。でもやっぱおじさんも入れて一緒にやりたいっていうことを言っててくれたらしくて。まあそういうの聞くとやっぱ嬉しいですよね。臭くなかったらおじさんは本当にいいんだけどなとかって言うんですよ。まあ家は裸足だからね。おじさんは臭いからこうだとか言って。弱虫って言ったらないですよ。そうそうそう。でもめいっ子がね、3歳なんだけど、めいっ子の方がもうちょっと強くてね、おいっ子より、5歳のおいっ子より強いっていうのは何が、その流したりとかするんだよ、あ、もう喧嘩が、そう、あ、そう、喧嘩したりとか、体はだって小さいでしょ、体はね、そうで一回りおいっ子の方がもう大きいんだけど、それでもね、だからおいっ子のおもちゃを奪ったりとか、そう、そう、で返してよとか言っても、もう無視して、ずっと抱きかかえて離さないみたいなそれ注意すんの、お兄ちゃんの中返したり、いやそれ言うよ、それはニーニーのでしょっつって、ニーニーって呼んでるから、ニーニー俺の妹も俺のことニーニーって言ってた、あれ何なんだろうな、まあ、ニーニーって呼んでるから、ニーニーって呼ぶから、妹がニーニーって呼ぶから、俺も妹に対して一人称ニーニーって言ってて、俺はもうニーニーって言ってるから、結構小6ぐらいまでずっとニーニーって言ってて、それがすごいよその家に見られるの恥ずかしかった、ニーニーがね、ニーニーとワッシーが確かにね、なんかでもね、もうめいっ子はね、お兄ちゃんって言い始める時もあんの、言ってる時もあんの、ああそうなんだ、そう、なんかね、お兄ちゃんって言ったり、ニーニーって言ったり、それもちょっと成長が見えるじゃない、
お前だから、ね、自分の息子より妹の息子の方がすごくいろんな成長を感じてるんだ。いやいや、それは、いや、いや、それはさ、うん、まあまあ、仕方ないというか、うん、まあ俺も一緒に住みたいけどね、うん。自分の息子はどうなんですか、今。見れるの？だから、モグラはさ、うん、よく時々その奥さん怒らせて、うん、その家族のアルバムみたいなのがあるんだよね、うん、携帯の LINE に。そう、LINE っていうか、まあ、そうアプリであるの。奥さんを怒らせてる時は、うん、そのモグラに対してアルバムが非公開になってるから全然、はい、息子の写真とか見れないっつって、なんか番組とかで息子さんの写真ありますかって言われてもちょっと今奥さんにアルバム出禁になってるんでないですっていう。そう、でもあの俺がアルバム見ようとすると、うん、そのアプリに、うん、このアルバムは家族しか見れません。空気階段の踊り場。改めましてこんばんは、空気階段の水川かたまりです。鈴木もぐらです。というわけで、あの、あ、北の映画っぽい話が今週もですね、はい、たくさん届いておりまして。いいじゃないですか。ええー、まあ、先週はね、うん、あの泊まりもぐらの関係で、はい、紹介できなかったんですけど、はいはいはい、その分たくさん来てました、うん、今週もちょっと何枚か紹介させてもらおうと思います、はい。ラジオネーム脳の大国。僕の父親は音楽家です。仕事の都合で忙しかった父とは一緒に何かをした思い出は今でもほぼありません、うん、しかし一度だけ僕が小学校高学年になった頃に父が僕を誘い二人で富士山に登ったことがありました。夜中、親子二人で山に登り、朝焼けを眺め、時には父の力を借りながら協力して登る。まるで車の CM のような憧れの親子像を体験でき、頂上から見える絶景を十分に楽しんだ後、下山し、麓に駐車した車に乗り、無事に帰路に着くことができました。音楽家の父の車にはたくさんの CD があり、そのほとんどはクラシックミュージックでした、うん、僕は大量のクラシックの CD をかき分けて、当時好きだった鈴木雅之の恵みの人の CD を手に取り、うん、CD を取り出した。透明なケースの中に、うん、内側から見えないように裏返しになっている写真が複数枚挟んでありました。そのことに気づいた僕は、うん、ケースの内側部分を分解し、写真を取り出してみ見てみました。見ちゃうよな、子供だったら。その一面肌色の写真は男と女の生々しくも激しく入り乱れる様子が写されていました。そう、それはいわゆるハメ撮り写真というものです。父の相手は当時浮気していた相手です。僕の思い出は車の CM から一転、実はナックルズへと行動を取りました。父のデカマラに恐怖した小学生の僕の脳内には、ベートーベンの交響曲第5番、運命が流れ始めた。心臓の鼓動はまるでティンパニーのようでした。その後は、父方の親族が次々に僕に土下座をしに来て、現在では親は離婚し、母と二人で暮らしてます。親族？あまり北の映画館はないと思いますが、誰にも話せなくてもどかしいので、読んでいただけると幸いです。はあ、なるほどね。北の映画館はないですけどね、さすがにハメ撮りの写真は出てこない、ね。まあ、夏休み、この富士山に二人で夜中こう登っていくとかね。うん、その辺までは北の映画っぽかったですけど、車の CM みたいで、ね、佐藤浩市さんみたい。ハメ撮り写真だからまあ、当時でしょ、うん、なんすかね、ポラロイドみたいな。だから、恵みの人が流行ってた頃っていうから、だいぶ前だよ、ね。今、ハメ撮りの映像とかないんだよね。あれ、マジでさ、映るんですとかじゃ、わけわかんないんだよね、俺、ハメ撮りをさ。うん、自分で撮っとく人。だから、なんだろうね。その感覚はマジで理解できないんだ。だからその作品みたいなことじゃない、わかんないけど。なんか AV を撮ってる気分みたいなことでしょ？その最中に興奮する。それともその撮ったものを見て。だからその最中もだし、
見てる時もじゃない多分、はあ。うん。浮気相手とするってリスキーすぎない？まあでも、浮気相手の方が、言いやすいとかさ、そういうのもあるんじゃない？奥さんには言えないけど。まあ。うん、ちょっと撮っていい？こういうの好きでさ、みたいな、はあ。浮気相手だからこそなんかそういうのが言えたりとか。はあ、そういう親のなんかさ、エロいの見たことない？マジでない、俺。俺、1ミリもないんだよ。エロ本とかはじゃあ。エロ本もマジでない。AV も？ AV もないんだよ。何も？うん。だからだと思うんだよね、俺が。そういうものに対する恐怖心というか、嫌悪感を異常に抱くっていうのが。エロ本に対する恐怖心あんの？エロ本に対する恐怖心というか、その、うん、なんだろう、性的に奔放であるということへの恐怖心。うん。あ、それ、親のその部分を見たことがないからって。マジで1ミリもそういう、ないし、うん、そういうのを出すか、そういう雰囲気を出すっていうことも、うん、マジでなかったから。じゃあ、ワッシーはじゃあ、どうやってその、あ、したの？ワッシー、マジでわかんないんだよ、俺。まあ、それかじゃあ、店か。店に頻繁に通っていたっていうことですか？その考えたくないんだ。店だな。やめてくれ。やだ、やだ。ワッシーは店でした。やめてくれ。本当に尊敬してるんだから。俺はお父さんのことを。いや、まあ、個室ビデオの可能性もあるしね。個室ビデオくらいだと全然いいですよ。個室ビデオも店ですから。はい。続きまして、ラジオネーム、黄色い線。僕の地元には、あずきばあちゃんという、いつもあずきばあを舐めながら、子供たちに自分の舐めたアイスを、これ食べる？と誘ってくる身長180センチのおばあちゃんがいます。そのばあちゃんはとにかく背は高いのに歯は一本もないばあちゃんでした。今思えば今の僕のお母さんと同じ年齢くらいだったかもしれません。僕らはいつも二人一組で登校するのが規則だったのですが、先生たちはいつもそのあずきばあちゃんの存在を無視するように僕たちの登校具合を見守ってました。ある日僕と一緒に登校していた A 君があずきばあちゃんにアイス食べる？と言われ誘惑に負けてしまい、そのアイスを食べてしまいました。食べてしまいました。白雪姫みたいな。 A 君の両親は僕の両親とも仲良く、小学校低学年の時は家族ぐるみで川辺で遊んだり、別荘に行ったりと、とても仲のいい関係だったのに、その日以来、A 君の姿を見ることはなくなりました。え？その後、友人や親に、あずきばあちゃんの話を聞いても、彼らはその存在を一切覚えてませんでした。何それ？何それ？あのばあちゃんは何者だったのかと。え？今でも不思議に思う。本当にあった怖い出来事であります。怖えよ。何これ。ということどういう話。どういう話だよ。だから、そこから A 君とも会ってない、 A 君の家族とも会ってないってこと？まあだってだから A 君が、その、あずきばあちゃん、のアイスを食べてから、その日以来会ってないの。これサマーなの？ BGM は。なんか。トゥンテンテン。4人も奇妙とかじゃない。トゥンテンテン。トゥンテンテン。そっちだよな、これ。めちゃめちゃ怖いじゃん。これめちゃくちゃ怖い。先生とか、先生とかも。覚えてない。要は、無視するように登校具合を見守ってたってことは、本当に見えてなかったっていうね。怖い怖い怖い。ええ。何この着地。だからこの、ラジオネーム黄色い線と、その友達の。ラジオネーム怖えよ、ちょっと。黄色い線。なんでそんなラジオネームにするの。いや、電車好きなんじゃない。やめてくれ。怖えよ。黄色い線と A 君だけに、あずきばあちゃん見えてたっていうことなのかもしれない。ということなんです。怖い話。本日ラストですね。ラジオネーム、
お前らの墓に小銭撒いてやる。なんでこの話になったね、そんな人が。父と母は私の生まれる前に離婚し、私は母に引き取られました。うん、母は毎晩、スーパーのプライベートブランドの焼酎を薄く湯で割ったものを何杯も飲み、うん、眠気に負ける直前に、決まって父の悪口を曖昧な発音で呪いのようにつぶやきます。うん、背がすごく高く、容姿もいいけれど、漢字も読めず、足し算もままならない。仕事を転々とし、借金まみれで女癖が悪く、時に手のつけられないほど暴力的になり、頻繁に警察の世話になる。ニュアンスは日によって違えど、大体そんな感じです。母を通して知った父親の姿はかなりのクズで、当時中学生の私は、お母さん、可愛いのにどうしてそんな男と結婚したんじゃろうか、と常々疑問でしたが、同時に興味も膨らんでいきました。ある時、椅子にもたれて眠りこける母を布団へ運びながら、父親に一度こっそり会ってみようと決心し、戸籍を調べ、連絡を取りました。待ち合わせ場所の中華料理屋に入ると、父はびっくりするほど格好のいい顔を赤く染めて、すでに灰皿を溢れさせていました。会話の内容はほとんど忘れてしまいましたが、ヘラヘラとしながら、腹違いの兄弟が何人かいると知らされたことだけは覚えています。朝日の中瓶を何本も仰いで飲み干し、その度に隆起する喉元。その頃好きだった窪塚洋介よりもいくらか大敗的な色気が感じられ、うん、母が父に惹かれた理由がわかる気がしました、うん。その後も何度か会いましたが、徐々に疎遠になり、連絡を取らないうちに私は高校生になりました。うん、初めての恋人、近所の二つ年上のかっこいい男の子と付き合い始め、うん、放課後にファミレスでうだうだしたり、うん、本屋で漫画を漁ったり、うん、楽しくやっていましたが、うん、会話中、一つだけ不思議に思うことがありました、うん。彼の両親も幼い頃に離婚し、母親と二人で暮らす中、父親とも定期的に会っており、うん、その話を嬉しそうにするのです。うん、彼の話に出てくる父が、うん、あまりにも私の父にそっくりなのです。まさかと思いつつ、うん、お父さん、なんて名前なん？と聞くと、うん、彼の父親の名字はやはり、私の父と同じでした。慌てて父にメールを送ると、すぐに、すまんという懸命の返信がやってきて、うん、私と彼は腹違いの兄弟であると判明しました。うん、確かに、容姿も中身も似ているのです。うん、呆然とする私の横で、彼は荒々しく立ち上がって、部屋のカレンダーを破り、マッキーで真ん中に大きく、やりちんと書きました。怒りをあらわにして、おい、書けよと背中を叩かれたので、うん、私もその下に、うん、やりちんやろうと妹らしく、うん、少し小さめに殴り書きしました。その時私は17歳、うん、兄は19歳で、うん、恋にうつつを抜かして無敵になれる年頃だったはずですが、うん、父を憎むこともできず、うん、悲しい気持ちで互いに連絡を断ちました、うん。後で分かったことなのですが、父は狭い地区で女一人につき子供一人を作り逃げる。それを10回ほど繰り返していたそうなので、私と兄が出会う確率としてはそう低くないのです。先日4年ぶりにその兄から電話がかかってきて、驚きながら出ると、父さん捕まったよと聞かされました。またかと思いつつよく聞くと、未成年の少女数人を家に囲っていたようで、ちゃんとした事件になっていて、少しおかしかったです。帰省の予定があったので、兄と共に拘置所にいる父へ会いに行くことになりました。よく冷えた朝、待ち合わせの米田コーヒーに着くと、そこには兄と見知らぬ男が共にいて、その人も私の兄で、長男だというのです。長男と次男と長女、
3人でエビカツサンドとシノノワールを分け合い食べ、父について葬式後の宴のように明るく話しました。三人ともどうしようもなくクズな父親を憎めず、むしろ好いていました。帰り際、店員さんにチェキを取ってもらい、差し入れの中に忍ばせて父に渡しました。長男と次男は洋服を、私はナボコフのロリータという小説に振り仮名を振って差し入れとしました。相変わらずヘラヘラとしていて、細長い体から色気を漂わせる父。プラスチック越しに眺めながら、ああ、かっこいいなぁと思いました。もう兄にも父にも会うことはないと思いますが、いい思い出です。辛いなぁと思うこともありましたが、もぐらさんの白鳥の親父の話は大変元気づけられましたので、送らせていただきました。これからも応援しています。長文失礼しました。ちょっと、芥川賞ですね。これ、すごいなぁ。なんかすごい話と、もう文章もうますぎるし、何かやられてる方ですかこの方。なんかもうすごいな。すごいですよね。だからちょっとまあ北の映画っぽいというよりかは、まあ少女監禁はちょっとあのそのシオン映画っぽい。そのシオン映画っぽく冬ソナっぽくもあり。冬ソナ。実話ですから、うん、これを送ってもらえるっていう時点でもうこのコーナーが始まってもう正解もう全てその正解だったな。空気階段の水川かたまりです。鈴木もぐらです。私もぐらは大家さんにお前は人間のクズだと言われ土下座したことがあります。おい、ナビラフターナイト空気階段の踊り場、まもなくお別れの時間です。はい、あの先週の放送、はい、泊まりもぐらかがやかが編が、はい、タイムフリーで朝5時まで、うん、この後朝5時まではタイムフリーで聞けますので、はい、お聞き逃した方は、ぜひぜひこれも聞いてみてください。そうですね、すごいですので、はい、音楽もねまたいいんですよね。そうなんですよ、そうクラウドになっちゃうとね、うん、音楽がちょっと権利の都合でね、うん、そうまあ、カットになっちゃうから、うん、音楽なしになっちゃうから、もう音楽も込みで聴いてほしいから、ぜひ聞き逃した方は、うん、タイムフリーの方で、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。僕らすべてのメールの宛先は、全部小文字で踊り場 @tbs.co.jp 踊り場 @tbs.co.jp 踊り場のりは RI です。この後1時からは金曜ジャンクバナナマンさんのバナナムーンゴールドです。ここまでのお相手は空気階段の水川かたまりと鈴木もぐらでした。さよなら。ニンニンドロン。水川、今年も絶対決勝行こうな。本気で取られるよ。やだよ。